皆さんおはようございます。4月18日の安息日、皆さんとこうしてインターネットを通して共に聖書の学びができますことを心から感謝しています。皆さんはどんな安息日の朝を迎えられたでしょうか。外はですね、東京は今雨が降っておりますので、少し寒い気温になっておりまして、少しですね、朝起きるのが大変だったかもしれませんけれども、今からの時間はですね、共に聖書の学びをですね、分かち合いさせていただきたいというふうに思います。今ですね、映し出していただいているかと思いますけれども、今期は聖書をいかに解釈するか、この聖書をいかに解釈するかというテーマを持って私たちは、聖書について学んできております。で、今日は、第3課、このですね、第3課イエスと使徒たちの聖書観というテーマで、学びをですね、してきていただいたと思います。もしかしたら今週ですね、本当に忙しくて時間が取れず学びをあまり十分できなかった方もいらっしゃるかもしれませんし、今ですね、お手元に教科ガイドがですねない方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひですね、一緒にこの時間の中でもその差は関係なく一緒に聖書を開いてですね、考えることができたらというふうに思います。まず最初にですね、マタイによる福音書4章4節を読ませていただきたいと思います。これがですね、今週の暗唱聖句の箇所となっている聖句です。マタイによる福音書4章4節を開いてください。マタイによる福音書4章4節、口語訳と新共同訳で読ませていただきたいと思います。はい、それでは、一緒に読みたいと思います。皆さんもですね、その場でそれぞれの場所にいてですね、私と一緒に朗読していただければと思います。最初に口語訳を読んで、その次に新共同訳を読みたいと思います。皆さんそれぞれの訳で結構ですし、それぞれの場所で一緒に読んでいただけたらと思います。いきます。3、はい、イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものであると書いてある。マタイによる福音書4章4節。続いて新共同訳読みましょう。3、はい、イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。まあ、ほぼ口語訳と新共同訳ほとんど変わり、まあ、差があまりですね、差がない聖句であります。今回のテーマはですね、私個人でですね、学ばせていただいて、皆さんにですね、聞いてみたいこと、また自分で考えていただきたいテーマ、あなたは聖書をどのようにどう捉えますかという、質問ですね。あなたは聖書の言葉をどう捉えますか。ちょっとこの今読んだ暗唱聖句の箇所からもうちょっと質問を変えてみるとですね、ちょっと考えていただきたいと思うんですけども、人は神の口から出る一つ一つの言葉で生きることができるのでしょうか。ちょっと考えてみてください。ここにはですね、人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものであるというふうに書いてありますよね。じゃあ私たちは、私たち日頃、私たちは、この聖書が与えられてますけれども、この聖書を、パンですね、
パンを、まあ、食ですね、日々の糧、肉の糧を欲するぐらいこの聖書の言葉を必要としているでしょうか。私たちのこのセブンス・デイ・アドベンチストの信仰をまとめた信仰の対応というですね、本の中の最初にですね、この聖書、神の言葉というふうなですね、チャプターがあります。そこにはですね、私たちがこの聖書をどう受け止めているかということをまとめてくださっています。ちょっと読みたいと思います。旧新約両方ですね、旧新約聖書は書かれた神の言葉、神の霊感によって与えられた言葉である。霊感を受けた著者が聖霊に動かされるままに語り、また書いた。この言葉を通して神は救いに必要な知識を人間に与えられた。聖書は最高の啓示、権威ある啓示、神の御心の誤りのない啓示である。聖書は品性の標準を示し、人間の経験を吟味し、明確に教理を啓示する。聖書は歴史における神の御業についての信頼できる記録である。とこのようにですね、このセブンスデーのアドベンティストの教会はその立場をですね、こういうふうに示しています。はっきりと神様の言葉ですと、言い換えるならば人間が書いた他の書物とは違うというふうに言っているわけなんですね。世界見ていくと、この聖書をですね、どのように受け止めているかというですね、まあ分かれると思うんですね。聖書の言葉にもですね、その言葉が書いてあります。これはですね、第一コリントの信徒への手紙1章の18節の言葉ですけれども、十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力ですと。ですから聖書は片方の人たちは、いやそんな言葉は愚かですよと、そんなの信じるに値しないですよという人たちもいれば、神の言葉ですと受け止める人がいますと、こう分かれるということをですね、はっきりと書いています。私たちには、まあ、先ほどの暗証聖句がありました、まあ、パンと言われている肉の糧ですね、まあ、当時の文化でパンが主食だったのでパンですね、私たちの文化で言ったら、もしかしたら人はおにぎりだけで生きるものではない、米だけで生きるものではないというような表現になるかもしれませんけれども、私たちにとって、まあ、私たち3食こう食べなかったらお腹が空きますよね。で私たちこう例えば朝起きて、皆さんお腹空いたと思います、お腹空きますよね。で私今こうしてこの場に立たせていただいてますけれども、私まだお腹は空いてないですけど、多分11時ぐらいになったらだんだんお腹空いてくると思います。で、ああ何か食べたいなと思うんですね。でそれ3回私たち日常の中でそういう欲するっていうことがあると思うんですけれども、それと同じぐらい私たちが日々の生活の中で神の言葉を、まあ、聖書を欲するでしょうか。それはすなわち私たちがその言葉を生きるために必要かどうかと捉えているかということですよね。ある人たちは聖書というものが人が書いた書物であるという人もいます。まあ人が書いたんですね。でもある人たちは神様の霊の導きのもとによって書かれた、つまり著者は神様であると捉える人たち、もうただの歴史書ですよとか、考古学の古代文書ですよとか、まあ、ある人たちはいいお話はたくさん載っているけれども、多くの神話、まあ、事実じゃないことが入っている書物とも捉えていくわけですね。今週のですね、その教科、まあ、お持ちの方はですね、この18ページの安息日の午後というところにもですね、こういう言葉が書いてあります。4行目のところなんですけれども、同時に超自然的な要素は軽視されるか、あるいは場面から取り除かれ、聖書は人間についての神の見解ではなく、神についての人間の見解の文書になりましたというですね。まあ、これすごく
私たち人間がこの聖書をどう取り扱うかっていうことを考えさせられる言葉じゃないかな。聖書を神の言葉と捉えるか、人間の書物として捉えるのか、この2つですね。もしかしたら多くの方は、いや当然と言っていいのか分かんないですけど、当然これは神の言葉だよって信じている方もいらっしゃると思います。でもそれは今週の教科を学んでいく中で、このイエス様の姿を見ていくときに、本当に私たちがそう受け止めているかっていうことを考えさせられると思います。なのでそれについてですね、皆さんとがもう一度聖書と向き合うきっかけになればと思いますので、神様のですね導きを一言お祈りさせていただきたいと思います。お祈りいたします。天にいらっしゃいます父なる神様、しもべは聞きます。お話しください。アメン。神様のですね、霊の導きを求めながら考えていきたいと思いますけれども、先ほどの質問、あなたにとってですね、神の聖書というのはどういうものですか、どう捉えますかっていうですね、ちょっとまた質問を変えさせていただきますと、あなたにとって神様の言葉、聖書は命を与えてくれるものですか。神様は人はパンだけで生きるものではないと言ったわけですね。で、この言葉は決してパンのことをですね、パン自体を否定してはいないですよね。パン食っても生きていけないよって言っているわけではありません。パンで生きるもの、パンだけで生きるもの、肉の糧っていうのを否定してはいないですけれども、それだけでは生きていけないよと、それだけで生きるのが人間ではないと言っているわけなんですね。パンだけで生きるものではない。ちょっとこれ例えとして合ってるか分かりませんけれども、ちょっと考えてみてください。私たちのレベルでもちょっと考えてみてください。これ私が考えたことですから、私たちのレベルというよりは私のレベルのかもしれませんけれども、私たちはパンがあればですね、生きていけると思うかもしれません。しかしパンだけあって希望や自由がなくても、私たちはそこから力を、命、生きる力をいただいていけるのでしょうか。牢屋のようなところに、暗いところに閉じ込められてですね、パンだけ与えられて、おい、パンあげるからって、それさえあれば生きていけるだろうという生活を私たちがしている中で、果たしてパンだけで私たちは本当に生き生きと生きていけるのでしょうか。または自由がない、制限がかかっている中で、パンがあればあなたたちもなんとか生きていけるでしょう。なんとか生きていけるかもしれませんけど、本当に私たちは人間として、人としてですね、生きていくものなのか。栄養だけと考えたらサプリがあればいいじゃないかと。栄養さえ取れば、全部溶かしてドロドロにして、もう点滴やら何かのようにこう飲めばいいじゃないか。本当にそれだけで私たちは人間として生きていけるのか。単純に考えても、与えられた食物だけではなく、それを共有する家族がいたり、友達がいたり、たったパンだけ、一つのパンだけ与えられるのか、そのパンを分かち合って共有する人がいるのか、これだけでも全然この私たちに必要なものは本当にこれだけって言い切れないものが分かりますよね。ぜひちょっとですね、これはあくまで一つの例えですけれども、ぜひ皆さんも考えてみてください。あなたにとって神の言葉、聖書は生きる上で必要不可欠なものでしょうか。そこでですね、そのことを考えていく上で、イエス様がこの聖書をどのように扱っていたかっていうですね、今週の教科の中にもありますけれども、ちょっとですね見てみたいと思います。イエス様がですね、このマタイによる福音書4章の1節から11節の中でですね、イエス様がサタンの誘惑を受ける場面がこの4章の中にですね記録されていますけれども、この部分がですね、この今週の教科の中でも取り上げられていましたですね。で、サタンはですね、イエス様を試みようとされるわけですね。でイエス様に対してサタンは言うわけですね、神の子なら
これらの石がパンになるように命じたらどうだというですね、非常にですねこの質問は人間的にはこう心をくすぐってくるような質問らしいですね。私にその力がある、まあ、イエス様はおそらくできたはずですね、間違いなくできたはずなんです。そのやってみろよっていうのをくすぐるような、ね、こう自己承与、自分を認めさせようというですね、そういう気持ちを高めさせるような質問だったというですね。しかしイエス様は、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてあると、その質問に対して、誘惑に対して答えていくわけなんですね。でちなみにこの人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると言ったイエス様の言葉は、申命記の8章の3節の言葉をですね、引用されているわけですね。申命記8章の3節で、イエス様はですね、このイスラエルが40年のこの荒れ野での旅を終えて、そして、これから新しいスタートを始めようという時にですね、この神様がですね、このイスラエルの民にモーセを通して与えた言葉をイエス様は引用されてたわけなんですね。ちょっと画面にはなせていなかったですけども、ちょっと読ませていただきますですね。8章の1節からこう読みいたします。私が今日命じるこのすべての命令をあなた方は守って行わなければならない。そうすればあなた方は生きることができ、かつ増え増し、主があなた方の先祖に誓われた地に入って、それを自分のものとすることができるであろう。あなたの神主がこの40年の間、荒れ野であなたを導かれたそのすべての道を覚えなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたの心の内を知り、あなたがその命令を守るかどうかを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ、あなたを飢えさせ、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナーを持ってあなたを養われた。人はパンだけでは生きず、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった、ということですね。この言葉が書かれています。ですからイエス様はこの旧約聖書の言葉、そしてイスラエルの人たちのですね、この昔の大切にしていたこの言葉をですね、引用して、サタンにですね、こう対抗していったわけですね。余談ですけども、非常に不思議だなと思うのは、サタンはイエス様に対して、あなた神の子ならって聞くわけなんですよね。ですけども、イエス様は人はっていうようなですね、答え方をするわけなんですね。もしかしたらここにはですね、イエス様は人類を代表して、私たち人間の代表として、そして人となられた神様の姿で真理を教えることをですね、選ばれたのかなとも思います。でちょっと本題に戻りますけれども、この言葉にはですね、スライドの中でもこう線を引かせていただきました。今週の教科の中でもありますけれども、何々と書いてあるという答え方をイエス様はご自身が受けた誘惑に返すときにですね、やり返すときに全部この言葉で返してるわけですね。あなたこうでしょって言ったら、いやこう書いてある。イエス様はここでですね、まず頼ったのは自分の力ではなくて聖書の言葉に従ったっていうですね、あのイエス様が何々と聖書に書いてあるでしょと、英語で言うと It is written、 もうそこにあるでしょ答えが、というようなことを通してサタンに立ち向かっていったというわけですね。不思議だなと思うのはですね、このイエス様はもっと言ったらですね、神の御子ですから、サタンに何かこう対抗する他の方法もあったかもしれないですよね。うるさいとか言ってですね、こう前にそんなこと言う権限はないとか言って、そういうこともできたのかなと私は思ってしまうんですけど、でもイエス様はその自分の力とかではなくて、まずは
もうすでに示されているでしょ、私たちには。イエス様に対しても、そしてサタンの前にも、もうすでに掲示されている聖書の言葉に返ったっていうんですね。イエス様は、イエス様ご自身も聖書を神の言葉として受け入れて、そしてその権威に信頼していた、そのことが分かります。そして自分の意見や見解ではなく、変わらない神様の言葉を土台としていたということの表れです。決して、いや実はね、そのパンのことなんだけど私はこう思うんだよではなくて、いやもう書いてあるから、これは神の言葉だよ、信頼を置いていたからこそ堂々とその言葉を使ったっていうわけですね。サタンもその事実をですね、こう受け入れるしかなかったわけですね。イエス様がこう書いてあるしとおっしゃった時に、いやいや俺そんなの信じてないしとか、そういうことでこう対抗するのかなと思ったら、サタン悪魔は離れ去ったっていうんですね。もう離れるしかなかった、もうそこまで言われたらもう退散するしかないですよと言い返すことができなかったわけですよね。事実、そして真実である、力である、力がある言葉として認めたわけなんです。この言葉が事実であり、そして力があるということをサタンも知っていたので、サタンは何とかして神様をこう言葉から離したかった。でもイエス様はこの神の言葉といつも共にあったので、もうサタンは引き下がるしかなかったというんですね。私個人的に今週の教会の中ですごく一番心惹かれた、ところがですね、日曜日の、教会のですね、持ってらっしゃる方は日曜日の場面にですね、19ページに書いてある言葉なんですけれども、ちょっと読ませていただきます。真の礼拝は他の、誰でもなく神に焦点を合わせるものであり、神の言葉に従うことは真の礼拝であるということをキリストは私たちに思い出させておられます。私たちがこうしている真の礼拝、まあ真の礼拝、本当に神様を礼拝したい、それは私たちがこう何か神様の話を聞くということだけではなく、その聞いた神様の言葉に、あ、本当にその通りですと信頼して、そしてその言葉に従っていく、その時に私たちの中に変化が起こって、私たちが神様の言葉によって変えられていく、その生き様そのものが礼拝であるとここではですね言っているわけなんですね。ただ聖書だけが私を導き、私を変えてくれるものである、信頼して、そして敵の攻撃に対しての防御としてイエス様が用いられた言葉なんですね。ちょっとですね、用意していたんですけど、ちょっと持ってくるのを忘れてしまって、ちょっと私自分の部屋に置いてきてしまったんですけれども、お持ちの方はですね、ぜひエレン・G・ホワイトが書かれたですね、エレン・G・ホワイト、私たちの教会の、与えられた預言者のですね、エレン・G・ホワイトが書かれた各時代の大総統というですね、本の中に第37章にですね、ただ一つの防壁、聖書というですね、箇所があります、チャプターですね。非常に短、そんなに長くないところなんですけれども、本当にですね、ちょっと今回ももう一回ちょっと読んでみたんですけれども、イエス様がこの聖書に頼られたっていう、そのあ、やっぱりそうなんだな、そこまでっていうですね、そのことがですね、非常に分かりやすく書いているのでですね、ぜひ各時代の大総統のですね、37章、ただ一つの防壁、聖書というところですね、ぜひこの安息日か、まあいつでも構いませんけど、ぜひ一度ですね、読んでみていただければと思います。そこにはですね、この神の言葉に従おうと本当にされていたイエス様の姿がですね、書かれているんです。人間が見習うべき姿をイエス様は示してくださいました。聖書、そしてただ聖書だけが私たちの信仰の究極的な基準、基礎なのです。まあガイドの中にも書いてありました、イエス様もそのような姿勢を私たちに見せてくださった、あの神の御子のイエス・キリストでさえもそのようにされたというのは、私たちにとって非常に考えなきゃいけないところかなと思います。
また、一つずつこの教科のですねページを見ていくとちょっと時間が足りませんので、少しまとめながらなんですけれども、月曜日とか火曜日と言われているそのページにはですね、このイエス様がこの聖書全体をですねまとめて教えてくださったということが書いてありました。一つですね、聖句を読ませていただきたいと思いますけれども、マタイによる福音書の5章の17節から20節の言葉ですね、ちょっと長いので読ませていただきます。私が律法や預言者を廃するために来たと思ってはならない。廃するためではなく成就するために来たのである。よく言っておく、天地が滅びゆくまでは律法の一点一角も廃ることはなく、ことごとく全うされるのである。それだからこれらの最も小さい戒めの一つでも破り、またそうするように人に教えたりするものは天国で最も小さいものと呼ばれるであろう。しかしこれを行い、またそう教えるものは天国で大いなるものと呼ばれるであろう。私は言っておく、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ決して天国に入ることはできない。こんな言葉が、残されています。イエス様はですね、このイエス様がここにいらっしゃった、この言葉を語ってらっしゃる時は新約聖書はありません。旧約聖書しかありませんでしたので、ここでいう律法とかそういった言葉は旧約聖書を当てているわけなんですけれども、イエス様は本当にこの聖書の言葉を深く学び、そして本当によく理解されていたことがですね、分かります。旧約聖書は律法、そして預言者書書っていう、預言書書っていうですね、3つに大きく分けられるということを、以前にちょっとお話しさせていただきましたけれども、イエス様はその一つ一つ、これは別にいいよっていうんではなくて、一つ一つそれ全てを大切にされて、しかもそれを分かりやすく実践的に私たちに教え、そして深めてくださいました。そのですね、一つの例としてですね、ルカによる福音書というところにありますけれども、ルカによる福音書の24章というところでですね、13節から35節のところですね、ここに失望していた弟子たちを励ます、もう本当に落ち込んでいた弟子たちを励ますイエス様の姿がですね、書かれているわけなんですね。この時イエス様は十字架から、十字架の死を遂げて復活された後でした。でも弟子たちはそのことを聞いてはいましたけれども、信じ受け入れられないとかですね、落ち込んで歩いてたわけですよね。でイエス様はその弟子たちに寄り添っていって、近くに行って、彼らをですね励ます。でその励まし方は、くよくよするなよってね、いいことあるよとかいうことじゃなくて、聖句に書いてあります、聖書全体について教えたって書いてあるんですね。聖書全体について教えた。で私これすごいなと思うのは、おそらくですね、このイエス様と弟子たちが歩いた時間っていうのは、3時間か4時間ぐらい、長くても5時間ぐらいじゃないかなと思うんですね。各時代の希望という本を見てみますと、この弟子たちがこの散歩というか旅ですね、ちょっと隣町に旅に出かけたのが午後の早い時間じゃない、遅い時間だったというふうに書いてありました。で聖書を見てみると、このイエス様との会話は夕方、日が暮れてきたから、ちょっともっと続きよということで、イエス様を宿に連れていくわけなんですね。ですから2時3時ぐらいから夕方6時、長くても7時ぐらいまで、その間の中でイエス様は聖書全体について弟子たちに話されたということは、決して創世記第1章とかですね、1章初めに神はって、これ全部朗読してたら多分終わんないと思うんですね。こういう言葉が書いてあったでしょう、聖書にはこの律法があって、こういうことが書いてあったでしょう、予言にもこういう言葉が書いてあったでしょうということを、一つ一つ彼らに思い出させながら、彼らにこの聖書全体のエッセンスをまとめて話された。本当にこんなにですね、聖書を
こう凝縮して深めて話して話すことができたらどんなにいいだろうなって個人的には思います、ね、聖書も本当にこう深めて深めてなおかつこうまとめて要約して話された、まあ、要約というかこうエッセンスをしっかり取り込んでイエス様は弟子たちに教えられていた。その結果32節を見ますとですね、彼らはですね、自分たちで心が燃えたってあるんですね。心が燃えていたってありました。ここにもですね、私たち聖書が普通の書物とは違うということが分かると思うんですね。聖書の言葉は単なる歴史書や神話ではないと、人に生きる力を与えてくれる本である、書物である、神の言葉である。しかもそれは事実であって、そして真実であって、生きてるからこそ私たちに力を与えてくれるものですね。まあ、なんとなく上辺だけで、まあまあまあこういうこといいこともあるよねとかっていうことでは、まあ心燃えてもしばらくしたら、まあやっぱりそうだよね、現実はとかっていう落ち込んでしまうこともあるかもしれない。しかしこれは変わらない真実だよということをこの聖書自身がはっきりと証明してくださるから、だからこそ力がある。まあ、ちょっとここで暗証聖句にちょっと戻ってみたいんですけども、ね、私たち、まあ、聖書の言葉も必要ですけど、実際に私たちは、まあ、パンも必要じゃないですか。これ私もパンがいらないとは思いません。で、私たちも疲れるとですね、こうなんか美味しいもの食べたくなったりするじゃないですか。なんか疲れたなって、私なんかもちょっと頭が働かないから糖分をとか言って甘いものを食べてしまったりしますし、なんか皆さんやっぱりこうやっぱ疲れたなって、おいしいもの食べて気分リフレッシュってですね、こう頑張ろうっていうふうになると思います。でも実際にこの弟子たちが心が燃え上がる経験っていうのはちょっと気休めなものではないはずなんですね。なぜなら彼らはその後もう約十数キロあった道のりをですね、こう旅してきたわけ、徒歩ですけれどもですね、で長旅を終えて、一日のこう働きを終えてこう旅して戻ってきて、心が燃え上がってふっと見ると外夜なんですよね。もう暗いんですよ、街灯ないですから。でもいやもう俺たちの心燃えてるじゃないか、もうすぐに行こうって言って飛び出すぐらい燃えてたわけなんですね。私食べ物食べてリフレッシュしたらどちらかというと私眠くなります。まあもうそろそろちょっと休もうかね、また明日とかってね、こうなると思いますけれども、食べ物だけではないのかなって思わされるわけですね。やはりそこに私たちに本当に力を与えてくださる事実とか真実、生きた力がそこにあるからこそ弟子たちもそれを受けてよっしゃって飛び出していったんだと思うんですね。まあ、今日本でもあるかもしれません、多く世界中でですねコロナウイルスの影響で買い占めがあったりということもニュースで見たりします。まあ、そういったのを見てみると、この肉の糧ですね、まあ、必要じゃないとは言ってないです。ただこの肉の糧が本当に私たちが生きていく力を与えてくれてるんだろうか。ちょっと聞いたらですね、ある人は、ね、自分の目の前であんたどきなさいよとかですね、本当に生きて、それ生きていく力なのか、まあある人にとってはそれも生きていく野生の力みたいなものなのかもしれません。でも人を生かす力はそこにはないわけですよね。奪い合い、もう必死で生きる、疲れ果ててあるものを消化していくだけ。まあ、そういったことを考えるとやはり人間というのはパンだけで生きるのではなく神の言葉が必要であるということも考えさせられるわけですね。まあ、その他にも水曜日とかですね、まあ、イエス様ご自身ですね、この旧約聖書の登場人物であったり旧約聖書の話をですね引用されて、これが事実としてイエス様はしっかりとこうご自身で語られてるわけですね。信じていたわけです、信頼していたわけですね。学べば学ぶほど、知れば知るほど心が燃える、これが神様の御言葉であると。それだけではなくて、このイエス様だけではなくイエス様のお弟子さんたちもですね、この新約聖書
を書く上で旧約聖書の引用をたくさんしているっていうことをですね、まあ、あの今週の教科の中にもですね書いてありました。あの教科の中ではですねこういったあの立法やとかあのこう歴史的事実ですね、真理そういったものが書かれてますよってだけではなくて、まあ、この旧約聖書と新約聖書が本当に一つとなって、イザヤ書からはですね400以上、詩編から370、出エジプト記から220、合計するとこの旧約聖書の引用が新約聖書の中に2688箇所引用しているというのを見つけた人がいる、ある人たちはもっとだっていう人もいます。それだけですね、イエス様と同じように彼らも聖書の権威を信じていたということになります。まあ、こういった姿を見ていると本当にこの、まあ、今週のところはですねイエスと人たちの聖書観ってありますけれども、イエス様そして弟子たちもこの言葉は単なる忘れられていくような言葉ではなく、人間の言葉ではなく神様の与えられた神の言葉であるというふうに捉えていることがわかると思います。それは人を勇気づける、力づける、心を燃やす、生きる力を与えるものであるということを彼らは言ってるわけですね。ルカによる福音書の24章の32節ちょっと読み忘れたので読ませていただきます。道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないかという言葉ですね。皆さんはあの聖書の言葉を読んだことない人もいるかもしれません。ぜひちょっとですね聖書を開いていただきたいと思いますけれども、聖書の言葉を読んでこういうふうに心が燃えていたっていう経験ありますか？あなたにとって神様の言葉は生きていく上で必要不可欠でしょうか？イエス様はこの聖書の御言葉から離れてはいけないということを強く信じていたので、サタンの誘惑があった時も常に聖書の言葉と共にあったわけなんです。そこにはイエス様がこの聖書の御言葉、神の言葉は私たち人間に必要であるということを代表としてはっきりと示してくださっていることがあるわけです。私の個人的な小さな証ではあるんですけれども、神様の言葉と直接言えるのか分かりませんけれども、私がですね十数年前ですね、12、13年前だと思います。まだ私がフィリピンにあります大学院の方でですね勉強しておりました時に、私たちがこの天沼教会にもちょっと来させていただいたんですけれども、歌のグループでですねこのクリスマスにコンサートをさせていただくために日本に来てですね、沖縄そして東京ではですねこの天沼教会と中央教会でですねコンサートさせていただいたことがあったんですね。でそのメンバーの一人にですねトンガの友人がいたわけなんですけれども、私たちが全てのこのコンサートを終えてもう次の日ですねフィリピンに帰省というか、私の場合帰省じゃないですけどフィリピンに帰るという時、前の日にですね、私たち夕飯も食べていなかったので、ホテルに泊まって、取っていただいてたわけですね、ホテルを。で、ホテルに泊まってちょっと、何人かはですねちょっとみんなで外食しに行ったわけなんですけれども、私とそのトンガの友人はちょっとこうホテルに一回行って、自分たちで食事に行こうって言ったんですね。でそのホテルの場所がですね、新宿にありまして、いわゆる歌舞伎町のすぐ近くだったわけなんですね。なぜそこだったのかは私は分かりませんけど、そこの近くのホテルを取っていただいてたわけなんです。で私とその友人は荷物を下ろして、明日帰るねという話をしながら、お腹が空いたからじゃあちょっと何か買いに行こうかと言ってですね外に出かけたわけなんですけども、私もあんまり道そんな詳しくなかったので、この辺行けばちょっとなんか買えるんじゃないかと思って入っていったら、どんどんですね歌舞伎町のど真ん中に入っていってしまって、いろんな方がですね声かけてくるんですね。で
あのうち来ないかとかですね、こういろいろ声かけてきてですね、で私たちもこうにこう逃げるようにこう抜けていったんですけども、あいよいよあっちに行ったらちょっと人通りが少ないところかなと思って抜けようとした時に、もう私たちの体のですね倍以上ある黒人の方がですね、こう道の真ん中に立ち塞がって、こうあまあまあまあ待てと、もう絶対あなたたちを損はさせないとか言ってですね、こう話しかけてきてですね、トンガの人も私より倍ぐらい体が大きいんですけど、その2人を足したぐらいのでかい人だったんですね。でもうちょっとどうしようと思ってですね、こう絶対もうこの世の天国があるよとか言って、ああこう誘ってくるわけですね。いやどうしようかなと思っていたらですね、そのトンガの友人がですねポケットから、あこれすごいなと思ったんですけど、ポケット版の聖書を出してですね、彼は牧師ではないんですね、彼はあのビジネスを勉強してた、でももちろんクリスチャンで伝道師として働いてた方なんですけども、こうポケット版の聖書を出してですね、あのこう英語でですね、まあ兄弟と言ってですね、兄弟私たちはあのパスターだ、牧師だ、神のしもべだって言った瞬間にですね、その人がああってこうもうどんどん引き下がっていってですね、もうあなたたちがこんなところにいちゃいけないんだよ、あなたたちがこんなところにいるのおかしいでしょって、ここはあなたたちのいる場所じゃない、すぐ出て行ってくださいってすぐ道を開けてくれたんですね。で私たちはこうね、もうまあちょっとこう気持ちもあって、まあ私もですね、God bless you とか言いながらですね、こう行ってですね、こう道を離れた瞬間に私たちがこう見合わせてですね、もう笑いが出てきたんですね。もうシンプルに、やっぱり神様の言葉は私たちを守ってくれる防壁だねっていう結論で、私たちのこのミッショントリップがですね終わって、まあ、私はいまだにこの言葉をですね覚えて、神様の言葉っていうのは私たちがいつも花見離さず持っていなきゃいけないものなんだなっていうことを体験する経験でした。最後にですね、もう一度暗証聖句を読んで、まあ、皆さんにですねこの安息日の午後にでもですねまた考えていただきたいと思います。イエスは答えて言われた、人はパンだけで生きるものではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものであると書いてある。イエスはお答えになった、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。イエス様は決してこの言葉の上に立とうとせず、自分を出そうとせず、この言葉に従っていきました。実はあの昨日ですね、LINE でですね、あのインターネットを通してあの青年会の何名かの方とですね聖書研究をしていました。でそうしましたらですね、この日曜日の下にですね、あの質問があるんですね。どうしたら私たちは神の言葉に従うとともにそれに頼ることができるようになるのでしょうか。ちょっとですね、やっぱりあのこう読んだ時に何人か青年の方がですね違和感を感じてですね、その中の一人がですね英語版を調べてみてくれたんですね。英語版の教科ガイドですね。そうしたらこれは順番が違いますよと言ってくれたんですね。私たちは頼ることが先ですと、この人を信頼すること、この言葉が逆だって言うんですね。頼ってからこそ、この方が信頼できるっていうのが分かってからこそ、私たちは神の言葉に従うんだ、これ順番逆ですねって言ってくれたんですね。私英語版持ってなかったんで、あ、それ大切だねってことを教えられて、私たちは神の言葉がなしでは生きていけないものであるということを気づかなければいけないんですね。でも私たちの周りにいろいろなものが周りにあるので、私たちは神の言葉を忘れてしまいがちだ。しかし青年のですね方がですね、この聖書ガイドを一緒に勉強しながらこう言いました。聖書をもっと日常的に、聖書の言葉が必要であるということを体験しなければいけないですねと。で、ある方はですね、ある青年はですね、この世界は神の言葉によって作られた、だから私たちは神の言葉の中で生きている、生かされているんだ。パンも神様の言葉によって作られたもので、人間が作っているだけである。私たちは神の言葉によって生かされて、今も生かされていることをもっとこう、リアルに感じなければ、知らなければいけないですねと言ってくれました。本当にですね、素晴らしい学びだったなと思いました。皆さんもですね、この教科ガイドを通して、今神の言葉が私に必要なのかということを振り返って、ぜひ見ていただければと思います。私にとって神様の言葉が必要である。
そうですね思えるその事実にですねイエス・キリストを通して出会うことができるようにお祈りさせていただきたいと思います。一言お祈りさせていただきます。天にいらっしゃいます父なる神様、聖書の学びを感謝いたします。今はコロナウイルスの影響で外出を控えて皆さんが自宅で礼拝に参加してくださっていると思います。聖書の学びをしてくださっています。どうぞこの安息日もう一度私たちが聖書を開いて神様の言葉と向き合う時間をお与えください。私たちが神の言葉に飢え渇き求める、今神の言葉は必要であるものでものだということを、どうぞ私たち一人一人に教えてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。